絶速矯正とは、歯科矯正における一つの術式で、歯の裏側、つまり下の方にワイヤーをかける強制技術である。一般的には、裏側矯正とも呼ばれている。歯の裏側にワイヤーをかけることで、開口時にワイヤーが見えないことから、心理的な効果が高い。日本では欧米に比べて、裏側矯正に対する人気が高い。その理由として、日本では欧米に比べ、 子供の矯正に対する意識が低く、結果的に歯並びの悪い成人が多い。成人期の矯正治療が増えていることに伴って、心理的な効果が高い絶速矯正が選ばれている。歯の表面に強制装具を装着する一般の強制は、歯科大学のカリキュラムや実技試験を行って、強制司会の習得レベルも高い。一方、絶速矯正を習得できる、 歯科大学が存在していないこともあり、絶速矯正を取り扱える技術レベルの高い矯正歯科医は少ないのが現状である。矯正歯科でも絶速矯正装置を扱うクリニックは増えてはいるものの技術を伴うクリニックが少ないことから絶速矯正を専門とした日本絶速矯正歯科学会が発足した。日本絶速矯正歯科学会は 日本での絶速強制を発展させていくため、会員相互が意見、技術を交換し、より高度な術式を習得するための場を提供することを目的として10人の有志により、1988年に結成。絶速強制はもとより強制に関する全般的な知識、高度な実技試験、絶速強制の少年数などの厳密な審査があり、 正歯科医が目標とする難関資格となっている。日本絶足矯正歯科学会が学会認定専門医制度を採用している。ありがとうございます。